どうもはじめまして、バンプです。またもやねに聞いた、ブヤノフさんがね、はい。あの、なんか投票やってました。で、これなんかね、内容的には次何の何を出してほしいか、みたいなね、あの、やつなんですけど、ラグマン、プラポー、あと、平和維持軍 <laughs>。これ誰 <laughs> 待って、平和維持軍って誰だよ。えっ、ー、とね、待ってよ。あ、ピースキーパー <laughs> ピースキーパー <laughs>。 俺な,なんでさ、俺パソコンで Twitter 開くと全部日本語訳されてんの。うん、まあ、平和持く君、イーコールあのピースキーパーなんですけど、まあ、そっか、ピースだから平和か。キーパーでイージか。<laughs> 平和持く君ね。まあ、なんですけど、こ4体、まあ、メカニックはね、覗かれてたんだけど、こ4体から選,ん選べ、みたいなね、あって、なんか知らないけど、僕はセラピストに言ました。絶対セラピストより、あラグマンだったり、あのー、<laughs> ピースキーパー、平和維持軍に入れた方が絶対いいんですけども、はい、そんなこともね、気づかずに、なんか知らんけど俺はセラピストに入れました。<laughs> はい。えー、なんかね、快適で欲しいったら、あの、おばあちゃんが頭に浮かんでセラピストをしたね。うん。はい、なんですけども、これ投票がね、12時間前にああって、まあ、最終結果の方がセラピスト、はい、セラピストになりました。はい、で、 でなんだよ。はい。これ今回ねは、こんな感じで画像が新しく更新されてました。はい。値段の方がね、多分950だから、多分9 5あ、9500億ここがたまることによって次セラピストは解放されるってことになったんでしょうね。うん。おばあちゃんがあとね、1000億かな。まあ、およそ1000億したら帰ってくるそうです。はーい。で、多分こんな感じにね、あの、1兆5000億までに、 あのなんかいろいろねディーラー出てくるんじゃないかなと思ってます。また金を払ってディーラーがねあのセラピスみたいに現れていくんじゃないかな。うん。でこれがね多分俺1.5兆いった時今こっちであと残り6316億らしいんだけどこれがね多分クリアされた時にライトハウスが追加されんのかなと思ってる。ワイプっていうのはないんじゃないかな。俺の予想はそう思ってます。はい。でね今日。 5月1日があのワイプ予想って書いてたけどうんさすがにね来ないと思う俺はだってこのイベント中にさいきなりワイプってことは絶対ないじゃんうんだから多分ないと思いますはいでねはいこれ多分ライトホース1.5兆貯まると多分ライトハウス追加になるのかなうんライトキーパー登場で って感じかな。そういう演出だと思います。なんでね、今回の情報としては、ね、あのセラピスト、アンケートでセラピストが選ばれたんで、セラピストが950億、9500億で解放されることになりました。はい。じゃあ、また別の動画で会いましょう。じゃあねー。